お魚。海の魚はかわいそう。お米は人に作られる。牛は牧場で飼われてる。鯉もお池で麩をもらう。けれども海のお魚は何にも世話にならないし、いたずら一つしないのに、こうして私に食べられる。本当に魚はかわいそう。今日は童謡詩人金子みすゞを生んだ仙崎の町にやってきました。仙崎の町は古くから漁師町として栄え、北前船の寄港する町でもありました。仙崎はクジラを獲る基地としても有名で、大見島にあるクジラ資料館にはクジラの法名をつけた過去帳が残されています。また資料館の裏にはクジラの胎児を埋葬した墓があります。金子みすゞは明治36年ここ仙崎で生まれ、本名は照と言います。金子家は父正之助、母道、祖母梅、二つ年上の兄健介と照、やがて二つ下の弟正助が生まれ、六人家族でした。父正之助は文英堂新国栄光の支店長でしたが、日露戦争後新国の反日運動で襲撃を受け命を落とします。テル3歳の時でした。その頃母の妹富士が嫁ぎ先下関の文英堂では子供がないため、3歳の正助を養子にやるのです。テルは明治43年瀬戸崎小学校に入学しました。1年から6年までずっと旧帳で、成績も6年間オール校。本の好きな物静かな少女で、よく野山にも出かけました。大正5年テルは大津高等女学校に入学しました。当時女学校に入学できるものは一つの小学校から数名でした。成績は常にトップクラスで、卒業式にはテルが答辞を読んでいます。しかし楽しい学生生活を送る日、大正7年下関に嫁いでいたおば富士が病死、そして5歳として母道が神山松蔵と再婚することになります。やがて20歳になったテルは下関の文英堂の支店商品館の店番をすることになり、ここで童話童謡雑誌に作品を金子みすゞのペンネームで投稿を始め、見事に入選、雑誌に掲載されるのです。雑誌の選者西条八十はみすゞを若き童謡詩人の中の巨星と絶賛したのでした。神山家の正助は自分が養子であることを聞かされず、みすゞを実の姉と知らずにしたい、次第に恋心が芽生えてゆきます。心配した松蔵はみすゞに結婚話を進めますが、正助は猛反対し抗議するのです。結婚の相手は文英堂の手代の男で、
美鈴は気が進みませんでしたが、おじと母への配慮に断れず結婚するのでした。大正15年、長女夫妻が誕生。しかし夫の女性関係が知れ店を出され、夫は遊郭が良い、その上美鈴に同様の作詞を禁止させるのでした。昭和5年、美鈴は離婚し、夫妻を連れ文英堂に帰ります。ある日、元夫から3月10日夫妻を連れに行くとの手紙が届き、当時親権は父親でしたから夫妻を渡すしかありませんでした。3月9日、美鈴は写真館で写真を撮ります。そして翌10日、夫妻を風呂に入れ童謡を歌ってやり、その夜睡眠薬を飲み自殺。まだ26歳の若さでした。金子美鈴は仙崎の辺生寺に静かに眠っています。26歳の若さで世を去った美鈴の残された歌は、優しさに心が打たれ小学校の国語の教科書に載り、今でも全国の子どもたちにも読まれているのです。私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。